だ好きだ好きだ、どんなに叫んでも人の声はあるのか。子供アニメ、そういう教室。子供アニメ声優教室通過し、この時間は子供アニメの声優教室の人生マナミ高校2年生がお届けします。本日のゲストはコーダ中1、シエナ中3です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日もフリートークに題になぞって、はい、お題について話をしていきましょう。はい、大丈夫ですよ、まなみさんならできます。今回の DJ まなみさんなんですから、みんなを引っ張っていってください。はい、頑張ります。期待してますよ。コータくん喋りましょうね。それでは本日のトークテーマはじゃじゃん、じゃじゃん、梅雨、梅雨は、はい、6月に入りましたね。入りましたね。ジメジメする。まあジメジメして、クセッキの方々とか、私もクセッキなのですけど、すっごいクルンクルンしませんか。します、すごくします。特に前髪が、朝とかめちゃくちゃめんどくさいですよね。わかります。時間もないのにふわふわするから諦めちゃうけど、やっぱ外出たら出たで恥ずかしいんですよね。そうなんですよね。そんな憂鬱な梅雨ですけども、はい、雨ですよね、やっぱり。まあ梅雨といったら雨のせいでジメジメしますしね。そうですよね。たまに電車が遅れたりするので、あ、それはちょっと予定的に、通学的にはつらいですね。どうでしょう、滑ったりとかそういう事故も多いし、あ、結構暗かったりもするので事故が多い。あ、なるほど。月というか月じゃないかな、ね、みたいな。結構夜中の事故とかは、自分が歩行者だったらなんかこう傘、明るいのを買うとかそういうことができますよね。なんか黄色とか、なんかすごい明るい色の傘買えば車からも見えるからいいって話を聞いたことあります。そうですね、黒とか紺とかじゃ見えないですね、はいはい、白とかいいかもしれませんね、うん、そろそろ喋ろうか、コータくん。コータくんどうしたんですか、恥ずかしくなっちゃいました。お願いです、喋って。なんか喋って、僕もね、最近滑ったんですよ。滑った、何が。今この瞬間自分の話題に滑ったんですよ。なるほど。まあ例えばね、はい、クラスでね、はい、まあ、なんか楽しげにねやってる時にね、はい、滑ったんですよ。やっぱそっちか。そっちなんだ。滑ったんですよ。なるほど。どんなギャグが。どんだけ変なことしたんですか。布団が布団だってさ、みんな静まり返りまして。沈黙。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。すごいなんか冷め切った顔。いいんじゃないですか。私はいいと思いますよ。そうなんだ。うん。おうおう。まあ梅雨といえばね、やっぱ運動会も、まあ、秋か春っつうか、まあこの辺が5月とかか秋ですよね。そう、はい、うちの学校はまだ秋ですよ。9月にあります。うちの学校は5月です。おー、いいですね。もう終わりました。私は今月なんですよ。あ、今月か。練習全然してないんですよね。あ、そうなんですか。もう今始めるって感じで、もうやる気ないですよね。いいんじゃないですか。でもなんか何メートル走とか走るとかあるじゃん。ああります、ね、何メートル走る、分かんない、まだ決まってないか。なんか競技によって1000メートル、なんだ、リレーとかもあるし、100メートル走もあるし、もちろんですね。何メートル走。メートル走は長距離みたいな、1000メートルとかそういうのはないっすかね、うちの学校は。結構楽っすよ。うちの学校、学年ごとの競技がありますけど、1年生が騎馬戦、まあ騎馬戦というか、あの、騎馬戦ないんだ。騎馬になって、あの、自分のコース走って一番前にあるところのペットボトル、机の重なってて、そこにあるペットボトルを紐でなんかカウボーイみたいに倒すっていうピッチの騎馬戦、騎馬戦通過、一応なんちゃらなんだっけな、カウボーイなんちゃらとか、そういうのなんですけど、2年生で台風の目やって、3年生で
あの竹取るやつやります。竹取るやつをやります。竹取り物語。そうではなく、かぐや姫は出てきません。なんかあの校庭の真ん中にあの竹がいっぱいあって、それをあの綱引きみたいに引っ張り合っていっぱい取れた方の勝ちみたいなやつです。なんか盛り上がる勝利とかずかの時にいーっつってやって、毎年毎年3年生が3回はフライングでピピピって止められるんですよね。ダメじゃん。ダメなんですよ、3年生ずるばっかり。3年生はあれですね、やっぱりどんどんすれちゃう、はい、ずる賢くて。でもね、私らが今年その代だからちょっと頑張ってフライングしなきゃな、使命感が使命感があります。使命感で伝統ですね。伝統フライング。俺ね、信号 100m 走だったんだよな。つらー。あ、つらいですね。うわー、つらー。校庭1周が200だから、はい、1周、あ、間違えた、7周半。ん？え？うわー、つらいですね。1周で200だから、7周半。そうだね。で、女子が1000。うん。5周と7周半って違うかね。違うね。でも君は男の子だ。男の子でも遅いよ。男の子遅い。遅い。いや、まあ確かに男の子の中でも遅いのかもしれないし、女の子でも早い子は早いけれども。だってさ、考えてみ。なんだ？1500m 走で一番速い人何分だと思う？3。それは化け物。超人、人間を超えたけど。4とか5でしょ？5。5か。5分30何秒。すごい。すごいな。それは1年生だよ。あ、1年生でそれか。それはやっぱやばいな。先生ですやばいっすね。なんか6分20とか30とかそれ、別に普通ぐらいじゃない。うちの学校10分とかいるよ。1500で。そんなんさ、うん、人によるでしょ。まあね、うん、うん、大丈夫だよ、コタくん自信持って走っていいよ。つかなんでさ、なんで体育祭の話なの。梅雨の話じゃなかったっけ。そうだそうだそうだ。いいんだけどさ、話が広がるのもいいんだけどさ、梅雨じゃなかったっけ。梅雨と言ったらアンブレラ。アンブレラ、雨の中って素敵だと思いません。すごくなんか心象というかポエジーが湧きそうな感じで。合法的引きこもりができるから雨好きですよ。外には出たくないですけど。そうですか、はい、なんか、うん、あ、でもな、学校行くときに雨降ってると教科書濡れるし、本も濡れそうになるし、スケッチブックも濡れかけるしで嫌ですね。それは嫌ですね、はい、ビニール袋とか。あ、それだと考えるんですけど、入れたりとかして、はい、うん、でも濡れるみたいな。雨が降るとさ、はい、やっぱさ、例えば次の日運動会とかだったら、うん、こうってぐちょぐちょになって延期になるかもしれない、うんうん、ああ、それ延期で延期でずっと延期して体育祭なくなればいいのに。それは思います。それ本音やんの。本音は言って何が悪い。隠すよりいいだろ。確かに。運動したくない、運動したくない、運動したくない。出ましたね、結論。でもさ、でもさ、結局さ、体育祭の方に行ってない。行っちゃうね。体育祭の話で盛り上がっちゃうね。ダメだわ、体育祭のことでいっぱいだわ。まあ、やっぱ梅雨と言ったらカタツムリ。カタツムリ、ナメクジ。塩かけると面白い。かわいそう。え、でもあれちゃんと再生するんですよ。かけすぎるとダメなんですけど、もちろんある程度ならちゃんと再生します。強いですね。強いですね、ナメクジが最強。カタツムリってなんかなんかやばいっていう、やばいくはないけど、風物詩ですよね。あ、まあ、はい、季語にはなりますしね。そうですよね。ナメクジもそうです。びっくりした。はい、はい、そんな感じで今日の感想をお願いします。ナメクジ最強。梅雨が最後になって、まあ、楽しかったです。はい、次回の放送は6月6日19時半レイクタウン教室にての放送です。ぜひ聞いてください。みんな聞いてね。あっちも面白いと思いますよ。じゃあまた私たちの放送も聞いていただきたいので、ぜひぜひよろしくお願いします。ジメジメしてるけど頑張りましょう。じゃあね。嫌だ嫌だ嫌だ。声に出さなくても伝わるのはなぜ。
子供アニメ声優教室。